68丁目、ハンター・カレッジ駅は、マンハッタン区のアッパーイーストサイドにある、レキシントンアベニューと68丁目の交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。4系統が深夜のみ、6系統が終日、6系統が平日20時45分までの混雑方向に停車する。九百十八年七月十七日にこの地下駅は、 開業し、観光船2線に2つの相対式ホームを有する。4系統と5系統の急行は昼間、駅の下にある、レキシントンアベニュー線の急行線を走行するので、ホームから見ることはできない。両方のホームともに、壁の一定の間隔ごとに、68と書かれた、オリジナルの時板と、68スストリート、ハンター・カレッジと2行にかけて書かれた駅名の時板がある。 ホームの両端にある狭いエリアは1950年代に増築されたもので白い字で 68thst と書かれた青い装飾体がある。青色の塗装がされた白い字で駅名が書かれたトキ板がついている柱が一定間隔に両方のホームにある。1981年にまたは地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を 上げている。ホームの南端にある二つの階段が駅の改札外につながる唯一の通路である。改札通路はステンレススチール製と IND 線仕様の赤色が目立つ横線がついたものに改築された。壁にある古い伝統は残されたままだがつかない。改札内にある待合場所には駅のホームと線路が一望できる窓がある。改札外がない。 駅の北側半部にはすごく高い天井がある。広い回転式出札口の外側には、事務室と通路がスチール製フェンスによって分けられた待合室にある。どの通路も68丁目とレキシントンアベニューの交差点北側に通じる階段へつながっている。改札外東側にある短い階段は一段一段、広く68丁目とレキシントンアベニューの 交差点南東に通じる。この階段は大理石でできており、ニューヨーク市立大学ハンター校の登校者の入り込みに作られている。改札外西側には、ハンター校に指向者に直接侵入できる出入り口があり、68丁目とレキシントンアベニューの交差点南西に通じる大理石制の幅が広い階段がある。ありがとうございます。